どうも、芸人×プロスピエースでございます。吉本芸人、大野孝也と申します。よろしくお願いします。今日はね、早速ね、ちょっと契約書開封、はい、S ランク契約書開封していきたいと思います。まあね、これ TS タイムスリップ第2弾の確率が 33% なんで、僕はね、狙ってるのはサファテと推しでございます。はい。で、この A ランク自チームのタイムスリップの方は、まあ、ヤマト選手行こうかなと思ってます。はい。で、A ランク自チーム契約書の方は、ヤクルトの山田哲人選手が欲しいです。はい。で、早速ね、S ランクから行きましょうか。うん。これね、僕ちょっとタイムスリップ来てほしいんだよな。サファテ投手は本当に欲しいですね。うん。抑え森投手がいるんですけど、ただやっぱりサファテ投手欲しいなと。さあどうだ。まずタイムスリップなのか。さあどうでしょうか。サファテ投手。うおー、玉井投手いやー、まあ持ってないですね。ちょっと能力見てみる。中継ぎか。あ、マジか。中継ぎだったら欲しいな。あ、了解です。中継ぎか。なるほど。ちょっと玉井投手使おうかな。タイピンチ持ってるし。あ、いいっすね。ただタイムスリップ引けなかったか。残念。じゃあね、自チーム変えて、次、ヤクルトですね。山田哲人選手がね、めちゃめちゃ欲しいんですよ。本当に欲しいんですよ、今日。今日はもうね、山田哲人デーだと。いうことでね、山田哲人選手、来てください。お願いします。山田哲人選手が欲しい。来たらね、ぜひスタメンで使いたいと思いますよ。いや、S ランクの中継ぎ初めてだな。まあ、嬉しいか。山田哲人選手、来い、頼む、トリプルスリー、中村悠平中村選手、あれ、これ A 持ってたのかな。今 B 使ってるんですけど、リーグ育ててるんですけど、マジか、中村悠平選手か。分かりました。まあしょうがないですね。ちょっと今のところ爆死状態ということですね。じゃあね、最後阪神でね、大和選手取りたいと思います。大和選手はね、かなりオールマイティなんで、すごい欲しいんですよ。お、いいですね。大和選手、あります。さあ、大和選手来い。はい、ありがとうございます。大和選手です。まあ当たり前だよっていう話なんだけどまあ当たり前だよってね。大野さんと、それは当たり前ですよと、よしよしじゃないよということでございますけども、まあね、一応ね、大和選手と玉井選手は、オーダーに組み込みたいと思います。はい、中継ぎがね、僕弱いんですよ。めちゃめちゃ本当に弱くて、見てもらえば分かると思うんですけど、このリアルタイム対戦でこの金子投手、ディクソン投手はめちゃめちゃ使えるんですよ。でも使いすぎて体力がなくなっていくんですね。で、ビエイラ投手がね、あんまりちょっと良くないと。いうことでね、ここビエイラ選手を玉井投手に変えます。で、高梨投手を僕は石井博俊投手に変えたいと思ってます。はい、だから S ランクを初めてかな、中継ぎ。まあ良かったか。ということでね、じゃあリアタイ行きましょうか。いや、リアタイはね、本当に、なかなか打てなくなってきたんでね、ちょっとね、怖いですけども。さあ、無敗の男。リア対無敗の男、杉内投手でございます。行きましょう。ほんとね、ここまで無敗できてるってなかなかすごいですよ。いつかは終わりが来るんだろうけども、それは今日じゃないと。こういうのをね、見せたいと思います。さあ、どんな相手でしょうか。ジョイさん。あ、強いっすね。ジョイさん強い。川口投手。なるほど。どっちも S ランクの70レベルってことで、なかなかいい試合になるかもしれないです。あー、めっちゃ強いわ相手。めっちゃ強い。お願いします。相手結構強いな。あ、川口投手。あ、タイムスリップ、昔の選手だ。 OB。うわ、やば、全然わからないわ。どういう球投げるのかもわからないし。川口投手か。さあ、リードオフマン。うわー、真ん中の
ど真ん中の嫉妬、本当に昨日もそうだったんですけど、あるあるなんですよね。全然ど真ん中の嫉妬打てないんですよ。なんかね、反応できないんでね。危ねえ。わ、そんな曲がる D カーブ。 D カーブえげつない。あーくそ、シュートか。なるほど、しょうがないですね。さあ福留選手いこうよ。立てすらね、なかなかいい、はい、まあでも球種は少ないか。球種少ないな、よく見てみたら。打てるかもしれない。うわー、そっからカーブくるか。強い。そこでカーブじゃないっていうね、この投手の使い方ですね。あー、ナイスサードだな。さあ丸選手いこうよ。期待の3番丸選手。縦スラとカーブの見分けがつかねえな。ナイスだな。なかなかコントロールがいいな。いいところに放ってくんだこの人。危ない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 。今のは振りそうになった。あーくそ、なるほどね。まあなかなか強いっすね。さあリアタイム杯の男杉内が健山18勝4敗とかえげつないよこの2005年。ほんとえげつないっすね。うわっ、ギータ選手だ。ギータめっちゃ嫌い。ギータ選手、わあうまい。 OK、 ナイスセカン、ナイスセカンですね。ここはスライダーでね引っ掛けさせるという。あ、ボール、マジか、めっちゃ曲がるじゃん。ここカットボールだな。ちょこっと曲がる。 OK、 いいよ、ナイスナイスナイス。うわ、ブラ、うわ、めっじゃソフトバンクで揃えてんじゃん。この回の杉内、あ、やばいやばいやばい。効率のいいピッチングです。そうですね、見事なピッチングと言っていいと思うんですよ。あ、やばい、マジ何やってんだよ。うわ、えげつな。うわ、最悪。 D カーブ全然、ちょっと待って、 D カーブ全然合わないんだけど。やばい。うわ、最悪。うかうわ、マジかよ。ちょっとし、僕は嫉妬を捉えきれなかったんですけど、相手は嫉妬を捉えてきましたね。やばいな。原さん、いいとこ見してよ、頼むよ若大将。いやー、めっちゃ打ちにくい。うわー、いいとこくんな。でもまあそうですね、やっぱり意地を見せてもらいたいですよね。 OK、 ナイス原さん。あー、ダメか。ナイスショーだな、おい。さあ岡本選手いこう。まあ、ストレートはね、あ、シュートか。めっちゃいいじゃんこの人。カーブだろ。 OK、 やばいな、追い込まれた。やばい。ここはねちょっと代打だな。左対右でちょっとブラッシュ選手行こう。ブラッシュ選手、やばい。リアタイム派のとこ杉内が破れるか。やばいな。あ、嘘、帰ってきた。誰だろう。ブセニッツ、えぐい。お、ナイスバッティング、ナイスバッティング。オッケーオッケーオッケー。いいよ、ナイスナイスです。ブセニッツ、えぐいな。オッケー、ナイスバッティングじゃない。あ、やば、やられた。くそー。いやー、リアタイム愛の男杉内、嫉妬で散る。いやー、まあ、リアタイム杯のといつかはね、破れる時が来るわけですよ。
ただそれが今日だったということでね。しかもね、あの失投で負けたっていうのはね、かなり悔しいですね。いや、かなり悔しいな。いやー、マジか、申し訳ございません。自分のミスです。杉内投手何も悪くないです。はい、僕がね、失投してしまったっていうことで、負けをつけさせてしまいました、杉内投手に。非常にね、申し訳ない気持ちでございます。まあね、ちょっとね、やっぱ打てないね、全然打ててないよね最近ね。だからね、ちょっとね、やっぱ打撃よくしないといけないし、あとね、最近はね、そうでもなかったんだけど、失投っていうのはもう絶対になくさないといけないですね。で、こっちも相手が失投してきたら捉えるようにしないとやっぱダメですよね。だからね、ぜひともまた僕のこの、なんて言うんでしょう、能力の向上、はい、能力の向上を、ちょっとね、皆さん、これからの成長をね、見てください。明日、6月ですね、もう。予告先発、菅野投手です。はい。生まれ変わった姿、見せれるか分かりません。まだ、もう1日しかないんで、まだ、あれなんですね、1日しかないんで、生まれ変わった姿見せれるかどうか分かりませんが、明日ね、絶対勝ちたいと思います。はい、ぜひとも遊びに来てください。またこのチャンネルにお願いします。ということで本日の動画は以上となります。この動画良かったと思う方はチャンネル登録、そして、グッドボタン、もしくはコメントの方よろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。